ちは、マジシャン兼 YouTuber のゆうきです。今回はですね、マジシャンとポーカーをやっちゃダメっていうね、その理由についてちょっとね、やっていきたいと思います。マジシャンとね、ポーカーをやると一体どうなってしまうのかということなんですけども、まあマジシャンはね、カードを自由自在にね変えられることができますから、マジシャンとね、ポーカーをやっちゃいけないというね、まあね、理由があるわけなんですけども、今ちょっと実際にやってみますと、マジシャンは、ポーカーやると、必ず勝つというね、ちょっとね、ことになってしまうので、あんまりねマジシャンと、ポーカーやるのは良くないということでございます。では5人と対戦していくわけでございますけども、普通にこんな感じで、ね、こう分けていきたいと思います。普通に、まあね、ポーカーをやっていただくと、今大体こんな感じになるわけなんですけど、はい、まあ今こんな感じなんですけども、まあ、一つずつ見ていきましょうか。ノーペアですね。こちらもノーペア。お、ワンペア揃ってますね。ノーペアですね。ノーペア。あ、こちらもノーペア。ワンペア揃ってますね。まあこんな感じでね、まあ揃うわけがないんですけども、ここからね、マジシャンのねテクニックを使うとね、なんとね、自分の思ったね、まあカードが、自分のところに来てしまうんだっていうね、ちょっとね、ちょっとした、まあね、本当にね、これやってしまうとね、出禁になってしまうんじゃないかっていうくらいね、まあただのイカ様テクニックでございますからね。よいしょ。まあこんな感じでね、軽くカードを切りまして、で、同じようにこう開けていくんですね、こうね。1枚、2枚、3枚、4枚。で、マジシャン側に来た時にこう弾いてあげるんですね、こうね。で、こう来たら弾いてあげると。1,2,3,4 で弾くと。で、1,2,3,4,5 枚。はい。ではもう1回ですね。で、次のカードをこう弾くわけでございます。まあ、他のカードをちょっと見てみましょうか。あ、残念ながらね、ワンペアしかちょっと揃ってなかったって感じですね。まずこの方はまあいいポイントでしょうか。あ、この方もワンペア揃ってますね。素晴らしいです。こちらの方も、こちらの方は残念ながらノーペアということになりましたね。今のところこの2人が勝っているという状況。ワンペアですね。ということはこの方が唯一1人負け。と思う方もいると思うんですけども、マジシャンがね、やると、どうなるのかということなんですけども、そう、スペードのロイヤルストレートフラッシュでした。ということでね、完全にね、マジシャンとね、ポーカーやっちゃいけないということがね、まあ、非常に分かったんじゃないかなと思います。まあ、見ていただくと分かる通り、ちょっとね、ちょっとだけやりますけど、こんな感じで、適当なところにね、こんな感じで5枚こう挟んでおきますね。こんな感じでね。はい。こんな感じで挟んだとしても、マジシャンのテクニックを使えばですね、どこにでもね、同じカードというかね、カードを持ってくることができるね、コントロール、能力、まあ、技術を持っているわけですから、まあ、マジシャンと、ポーカーをやるのは良くないということになります。まあちょっとね、実際にちょっとやってみるんですけども、こんな感じでね、こう混ぜるわけなんですよ。こう混ぜていきます。はい。で、こんな感じでもうこう混ぜていくわけです。OK でしょうか。はい。もう一回混ぜましょう。こんな感じでね、まあ、混ぜていって、よし。こんな感じで混ぜると、今ね、上の方に集めてきたんですね。混ぜるだけで、そう、上に、スペード、キング、クイーン、そして、ジャック、ジュート。これでまた、ロイヤル、ストレート、フラッシュが、揃うと。いうことでございます。はい、ということで、ご視聴いただき、ありがとうございました。次回の動画もご覧いただければと思います。それでは、アディオス。